反比例の式を勉強しましたので、続いて反比例をグラフにしていきましょう。例えば、反比例の式 y イコール x 分の4。この反比例の式をグラフにしていきます。そのために座標に点を取っていきましょう。x 軸と、こっちが y 軸。そして原点を取って、さあ、一つ一つ点を取りましょうか。x が1の時に、y は1分の4。まあ4ですね。4なので、1、4の座標に点を取ります。続いて、x が2の時、y は2分の4。つまり2になりますから、x が2、y が2。2、2に座標と。x が3の時、3分の4ですね。分数になりますけれど、1よりちょっと上のあたりですかね。このあたりに点を取ります。そして、x が4の時は、y が1になります。こういう感じですね。今4つ点を取ってみました。それで、x が0の時は、分母が0になってしまうので、これは今のところ考えないでください。x が0になるのはちょっと難しい内容ですので。続いて、x がマイナス1の時は、y の値も負になってマイナス4。x がマイナス2の時は、y はマイナス2。x がマイナス3の時は、y はマイナス3分の4。マイナス1よりもやや下側ですね。そして、x がマイナス4の時は、y はマイナス4分の4で、マイナス1になります。これで点が終わりましたので、この点を通る、こういう感じですね。真上から降りてきて、だんだん右に向かっていく曲線。同じように、左下も、左から右へ入ってきて、だんだんと下に向かっていく曲線。右上と左下に1本ずつ合わせて2本曲線ができました。反比例の式は曲線になるんですね。直線ではなくて曲線になっています。そして離れたところに2つ曲線が出てきますので、これを合わせて双曲線。二つの対になっている曲線と呼んでいます。この形が双曲線ですね。さあ、同じように右側に反比例のグラフを書く練習をしてみましょう。今度は y イコールマイナス x 分の4。比例定数がマイナス4と負になりましたね。x 軸、y 軸、そして原点を確認したら点を取っていきましょう。x が1の時は、y はマイナス1分の4ですからマイナス4。x が2の時は、y はマイナス2。x が3の時は、y はマイナス3分の4。マイナス1より少し下側ですね。x が4の時は y はマイナス4分の4でマイナス1となります。右下に点が取れましたね。続いて、x が負の値の時ですね。x がマイナス1の時は y はマイナス1分のマイナス4ですからプラス4。x がマイナス2の時は y はプラス2。x がマイナス3の時は、y は3分の4。x がマイナス4の時は、マイナス4分のマイナス4ですから、プラス1。さあ、点の座標を取り終わりましたので、それでは、この点を通るように、反比例の曲線を引いていきます。これ、左上の曲線。そして、
右下の曲線ですね。こういう感じですね。曲線なので曲がっていていいんですけれど、さっきとは出てくる位置が変わっているというところを確認してください。右上、左下と左上、右下になるときがあります。比例定数によって双曲線の出てくる位置が変わります。